続いては妙高文化振興事業団創立30周年記念白虎。オペラ白虎は妙高高原で晩年を過ごした岡倉天心の絶筆のオペラを上演します。文化ホールの30周年記念事業オペラ白虎についてご説明します。記念事業は大きく3つに分けられます。まず6月から開幕プログラムがスタートします。主なものとしましては記念公演とコンサート、公開シンポジウム、そして市民劇団による朗読劇です。8月からは市民の皆様が企画する市民ステージがスタートします。主なものとしましては市内和太鼓団体による創作太鼓の発表、文化協会有志の皆様による創作盆踊り、狐火をイメージしたイルミネーションなどです。今後の予定としましては1月25日に30周年記念事業のホームページがスタートしました。このホームページも市民の皆さんが企画しました。手作りなんですよ。ぜひアクセスしてください。まあ、ホームページに関しては本当にいろんな人が親しんで見ていただけるようにということと、やはりいろんな人が関わって、もちろん市民が参加の形で、進んでいくと思いますので、そういったものをどんどんこうコメントが入るとか、いろんな情報がリアルタイムに出せるような感じで、作ってあります。で、今非常に流行っているのは Facebook というものも連動しておりますので、どんどんファンが増えていってくれるといいなというふうに思ってます。はい、楽しみですね。早く見たいな。そうだね。私も昨年こちらの演劇教室でこの白虎をモチーフにした作品でクズの葉役をやらせていただいたんですけれども、狐でありながら持っているこの母性に本当に涙しました。こちらの白虎も楽しみにしたいと思います。